ああ、やばい、息溶けた。あのリモネンで溶け、あ、もう。もう溶けてる。はい、じゃあ、ゆっくりこう見せる。しっかり。せーの。はい。パッ。ああ。入れて。はい。溶けてるっていう音がしてますね。はい。しっかりへこんで溶く。ある種の溶剤に発泡スチロールがよく溶けるっていうのを最初に見せたいと思います。うん、もっともっともっと、もっと、はいはい、こんなにいっぱい、はい、この今出した溶剤に、ね、動かしとこう、うん、じゃあいきます。どんな風になるかね。せーの、はい、はい、入れた。あー、もう泡出て、あー、やばい、一気に溶けた。もうどんどん溶けていくんです。これもうほとんど何もせずに、あー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 、割り箸使う。もうでもぜほぼほぼ溶け切っちゃいましたよ。あっという間に溶けちゃったね。もうないですもん、うん、押し込むやつが。溶剤持ってなかったね。あっという間でちょっと余っちゃいましたけど、うん、ということで、まあ、その溶剤なんだけど、まあこの溶剤は、うん、まあ、さっきも出てたんですけど、リモネンを、うん、はい、使ってまして、うん、あの柑橘系のね、皮に含まれる、うん、多く含まれる、うん、油の一種、ちょっとねオレンジっぽい香りがします。発泡スチロールが溶けるっていう性質を利用して、うん、このリモネンを、うん、あの発泡スチロールに塗ったりして、うん、表札とかスタンプを作っていこうと思います、うん、はい、で、まあ、このくらいの大きさの発泡スチロールを用意します。ペコンってやってるわけですね。あ、この紙に写った時のことを考えて、左右を逆にして書いたりしなきゃいけないんですけど、はい、伝統的な名字山田という名前を、はいはいはい、使おうと思います、はい、田山でいいわけね。じゃあね、最初に、まあ、線で書くとちょっと大きめに書いた方がいいです。あの、リモネンで溶けるのでね、あ、左右をね考えなくていいっていうのが便利ですね。あとはこの上からはい、リモネンでなぞれば一瞬で溶けると思います、ね、まあ、ちょっと、うん、少なめに取って、はいはい、ちょっと筆立てた方がいいかもしれないね。そうです、うん、そうそう、あ、もうもう溶けてる、うん、こここれあんまり太い筆を使わない方が良さそうだね。この細い筆で結構溶けてるんで、うん、まあ、太いやつだとだいぶあの太く溶けちゃって汚くなっちゃうんでね、うん、はい、へこんできたから、だいぶへこんでます。そう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 、特に山の部分はね。はい、ゆっくりこう見せて、使う量はそう、でもほとんど使わないですね、勝手に溶けていくんで、うん、下にこう染み込んでいく感じ。もう本当にひと撫でしたらどんどん染み込んじゃって、うん、あっという間にこんな、うん、いや、もうちょっと落ち着いたところで、あのインクをつけて、うん、まあ、あの紙に、はいはい、じゃ あ, あの十分にね溶けてきたので、うん、インクをつけてスタンプするんですけど、今回はねこのアクリル絵の具を水で軽く溶かして、スタンプインクの代わりにします。結構濃いめだよね。じゃあまずね、できた部分をしっかりインクをつけると、はい、たっぷりつけて、はい、つけました。そしたらいきます。せーの、はい、押せ、ギュッと。いいかな。いきます。はい、せーの、パ。ああ、そうだね、うまくいきます。名前がいいよね。やっぱ自分の名前っていうのはいいかもしれないですね。はい。あと、まあ、あの顔だとかそういう左右対称のものだったらいいってことだよね。左右対称がやっぱりやりやすい、はい、おすすめですね、はい、じゃあこれをあと応用でもうちょっとカラフルにしたりとか、そうです、インクの色はいくらでも調整できますんでね、はい、じゃあこれで表札ができました。完成しました。はい、あ、表札じゃない、スタンプか。スタンプです。スタンプ、スタンプが、でもこれで表札もできるわけだ、結局、ね、あ、できます、同じことですからね。そうだね、はい、ができると。はい、もう一つ同じような発想で、はい、それじゃあ、応用バージョン。もう一つね、次手形を作ろうと思います、はい、さっきは筆を使ったんだけど、今度は、今度はもう手ですね、そのゴム手袋で、あ、 このね、うん、天然ゴム手袋を使います。で、今度は赤い染料だね。はい、もう溶かしてあるんですけど、うん、はい、じゃあまずね、溶剤に手袋を仕立てを入れて、はい、インクをしっかりつけると、はい、よし、十分ついたでしょう、はい、じゃあそしたら発泡スチロールに、せーの、はい、はい、お、溶け循環するね、音するよ、音、溶けてるっていう音がしてますね、はい、はい、あ、なんかちょっと驚々しい、ちょっと赤なんで、不気味な感じなんだけど、一応手形ってことでね、手形が取れました、はい、深みが、ね、確かにしっかりへこんで、溶けてへこんでるっていう、ね、見えますね、記念ね、何歳とかって入れるわけだよね。あ、まあそういう手形のやつありますもんね。赤ちゃんだったらね、1歳とかね、やるんでしょう。っていう手形を取ると。はい。はい。はい、で、
言いましたね。発泡スチロールがよく溶けるってことね、この溶剤でね。はい。で、はい、あ、はい、じゃあそんな教材ができましたということですね。はい、という、はい、紹介でございました。ね、はい。じゃあさ、スーパーの食材売り場でさ、はい、その白いほら発泡スチロールのトレーに、はい、みかんのスライス、オレンジのスライスが使われてない理由っていうのは、そのこういうふうに溶けて、ね、まあ、穴とかができないようにするためってことですね。はい。